初手千代田から6番の天が今に出ました。前受け9番山田が突っ張って、そして3番手5番和田のところで絡んで3番手取りに行きます。対しまして後ろから一旦押さえていった7番の古性なんですけれども、結局7番手のままです。前は6番の天貝です。天貝がどうやらこのまま先行していきそうです。2番の神山が番手、そしてその後ろ9番の山田が3番手、4番坂本、さらには5番の和田、そして最終1コーナーでは7番の古性がまくっていきますけれども、最後のバックストレッチ2番の神山も合わせていく。そして4番の坂本が面白いところをついてきました。4番坂本が前に出まして、2番手7番古性で最後の直線、4番坂本、7番古性、3番手2番の神山です。